静岡市は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため休業要請に協力した事業者に50万円の協力金を支給することを決めました。今日から何でも相談できる電話窓口を開設します。ありとあらゆる相談に何でもワンストップで対応すると。静岡市の相談ダイヤルは今日正午に開設し休業要請に伴う協力金のほか。 発熱などの症状や経営融資など不安に思うことに何でも応えるということです静岡市の休業要請の対象は中小企業と個人事業主で期間は明日25日から来月6日までです県が対象としている劇場や運動施設などおよそ1200施設の事業者に市独自に 飲食店など3200 4400のの事事業業者者を加えたおよそ 4, の事業者が対象です協力金については県の協力金に含まれていない料理店や喫茶店などでは1事業者あたり50万円県の対象に含まれている施設は1事業者あたり30万円の給付となります。